皆さん、お客様のそばに鎌田さんは行くということですよ。満杯するときはごめんなさいね。じゃあ行きましょうか。イッツダンナップシングスダブル RX STI 鎌田拓磨選手、鎌田さん。
緊張します。なんとなくの試走した後のこの1本目はどんなことをやってくれますか？いや今ね考え中です。やってからじゃないとわからないんだ。多分ね最初のターンが見ものですね。まあでもビッグパワーですからね。そうですね、結構腕で滑りやすいんで、思い切っていきます。はい、じゃあお願いしたいと思います。そのフィーリング通りの走りできるでしょうか？ STI 名古屋市から大学名古屋市
がやっぱあさみちゃんすごいんじゃないですかね。カツタさん、いかがでしょうか。新井さんがすごすぎて、カツタさんが何やったか忘れちゃったぐらいの感じですよ。マジで、ちょっと頑張らないといけないね。あんだけワンハンドでやってたら、あの雰囲気が今消えましたからね。目がつり上がってきてるじゃないですか。もう今、だいぶ目がつり上がってる。なんでそんなにプレッシャーかけるんですか。あの、多分 TGRF 一番朝一番の一番盛り上がるコンテンツなんですよ。ちょっと、あのゲストの皆さん、エールを送ってください。どう、ノリさんへ。はい、とりあえず一発かましてください。大倉さん、ひと言。チームラックの名前がかかってるんで、チームはね、頑張れないように頑張ってください。頑張れという若い後輩たちが言っております。それでは行きましょう。勝田さん、堀さん、ラック STI 名古屋スマルダンロップダブルアレックス勝田のりんこ選手、どうぞ。手を挙げるとかいろいろ。じゃあお願いしましょう。富士スマル新井モータースポーツ
WMXSTI 荒井俊弘選手です。どうぞ。乗りした。
トメさん、最後車降りていいからね。車降りていいからね。もうやりきっちゃったでしょ。なんか新技が登場するかもしれないね。走る車追いかけるとかね。あのもう今お客さんとゲストの方があれやっちゃったから最後は車を降りて勝手に走る車を追いかけて乗るみたいな、そういうの新しい姿の自動運転を多分見せてくれると思います。ね、最後だと思ったからやっぱりそこなくなっちゃった。なんで最後からね、話聞いてると何かやってほしそうだもんね。何か期待してるもんね。おかしいよね。ノリさんがもうやりきっちゃったで引き出しはないそうです。そんな中何をやってみましょうか。でも私たちの期待を超えてくれるでしょうか。ワッケースティアイ名古屋スマルダンロップ WRX 勝田のりこ選手どうぞ。富士スバル新井モータースポーツ WRX STI 新井俊博選手です。どうぞ。